来た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 。さあさあお立ち会い、バンカラ代表のイカシャ3人組、スリミ連合がお送りするエイエイ、来たぞ。新シーズン到来だ。夏のスプラトゥーン来たんじゃないでしょうか。アップデートのお知らせ、あ、来ました。6月1日から9月1日、3ヶ月間ですね。新しいシーズンが始まりました。ということで、出てくる武器、そして出てくるステージ、追加されました。いろんなね、武器がある中でさらに追加されるという。そしてイベントマッチも解禁ということで、仲間と一緒にじゃないと多分できないと思うんですけど、はい。イベント、あとさ、イベントマッチってさ、不満があってさ、毎日、ごめんね、いきなり不満から入って、毎日できるわけじゃなくてさ、それ決められた時間じゃないとできないってのが、悔しい。まあ、別に俺はいいよ。暇だし、家でずっとゴロゴロしてるだけだし、ゲームしてるだけだったら、ま、俺は別にいいんですけど、俺みんな仕事してたり、俺学校行ったりする人たちはさ、予定もあるわけじゃん、友達と。ごめんね、本当に不満ばっかで。しかも、自分じゃなくてみんなのための不安も言ってるんだけど、まあ、いずれね、いろんなね、タイミングでできたら嬉しいですよね。そして、はい、不満から入ったんですけど、新しい武器が追加されたということで、S ブラスト、そしてフィンセントという武器が追加されました。で、他にもね、コラボ系、デコ系だったり、ちょっとね、また違ったスペシャルとサブの武器が追加されたということで、こちらもね、使っていきたいと思うのと、カラポートショッピングパーク新ステージですね。で、コンブトラックがスプラ2から出てきた、新しい、まあ、既存のステージか。どちらかというと。はい。追加2個されまして、バトルのステージも、はい。こう、追加されたのと、そして、これもう全部俺が言おうとしたこと先にやってくれるんですけど、この、彼らが、スリミ連合たちがやってくれるんですけど、クマさん紹介の最新情報で、これも新しいステージがね、追加されるということで、スジコジャンクション、あと、はい、追加されました。いつできることやら、もうできるのかな？どうなんでしょうね。始めたての今できるのかわかんないんですけど、スジコジャンクション後というのもね、やっていけたらいいなって思います。本日は俺もスプラトゥーンずっとやっていると思うので、いろいろやりたいです。タラポートショッピングパークレギュラーマッチありますね。ガチガスリもありますね。で、バンカラマッチのオープンはコンプトラック。新しいステージがちょこちょこあります。そして、シャケナダメか今。ただ、あ、ギア変わってるな。なんか水泳の帽子みたいな。はい、ということで、新シーズンやってきたということで、まずはどうしようかな。新武器使うのか、新しいステージやっていくのか悩みどこなんだけど、来ました来ました。あ、バンカラマッチ最初 S から上げてないです、私。もう、やってなかったという。バレちゃった。もう X でもないよ。S から始まっていいですね。カタログは、何個かゲットしているんですけど。なんだこれ？開けてないやつもらえるか？なんかいいの入ってないかな？お金、あんまりいいもの入ってないんですね。新しいカタログを追加されたということで、まずじゃあ武器屋さんで見ていこうか。みんなお待ちかねの新武器。フィンセント、そして S ブラスト。あーったあったあった。ただ俺6個しか買えないぞ。チケットが6個しかない。そして長い武器地のお話をまた聞かなきゃいけないんですけど、これはちょっと無視していきましょう。武器地ごめんね。武器地、あれね。いっぱい喋ってくれてるけど、ほら俺の動画だからもういいんだ。でもなんか可愛いんですけどね。なんかスプラトゥーンやってない友達に、今ユニクロとコラボしてるじゃん。スプラトゥーンって。ユニクロの武器地見たんだって。で、武器地見て、あ、このキャラ可愛い人気なんでしょって言われて。あ、ってなっちゃった。話長いよぐらいしか言えなかった。ということで、新武器はね、これだね。S ブラスト92。まずこれ1個。買っとこうかな。で、他にも追加されてるフィンセントはどれだ？これだ。フィンセントも買っときましょう。はい。で、スペースシューターちょっと気になるんですよ。ジェットパック付きのスペースシューター。普通の無印のスペースシューターあんまり強くないと言われているんですけど、ジェットパックについてどうなるかという。はい。ドライブワイパーもマルチミサイルで気になるけど、こんなに買いすぎると、買えなくなるやつあるから、
あー、クラッパホッパン欲しい。ちょっとキープしようか。2個で。ちょっと2個でキープしよう。せっかくなので、いろんな武器ちょっと試し撃ちしていこうかな。S ブラスト。ごめんね、ギアがちょっとチグハグで。申し訳ないんですけど。ロビーで。やっていきましょう。S ブラスター普通に撃つと、射程が短いんだっけ？長いのか、射程が。ただ、撃つタイミング、ラピッドブラスターより長いな。ロングブラスターみたいなのか、一発？お？一発だって。強くね？ラピッドより強くね？一発だ。強い、強い、強い、強い。ほら、一撃必殺じゃん。で、ジャンプして撃つと、手前でノバブラスターみたいに使えるんだって、これ。ほら、めっちゃいいじゃん、これ。めっちゃいい、めっちゃいい。これ強いぞ、多分。俺の予想だけど。強いよ。面白いですね。もうこれでいいや。フィンセント。違うフィンセント、なんかいろいろ使っていこう。フィンセントは、北斎だな。北斎より、あれだ。北斎って多分いろんな方向に行くんだけど、これ正面にしか行かない。フィンセント。ただちょっと重い、北斎みたいな重さする。パブロ使ってる人は、すげえ射程長くなる感覚だ。重い。ほら。スーっていけるんだ。意外と、下はぶっといですね、これ。ほら。筆、ぶっといですね、これ。北斎ぐらいかな？そんなに速くもないしな。え、これだけ？これだけ？え、なんか北斎の方が強い気がする、これ。メイン。え、なんでこれになったの？あ、でも3発か。まあ、いいや。縄張りバトルやっていこうか。まあ、せっかくだし、武器はまた別の機械に使うとして、じゃあ、何使おうか。何使おうか。もう塗るか。若葉シューターのさ、バリア俺使ってみたいな。バリア増えたみたいなんで、これで。じゃあ今日は、タラポートショッピングパークを目指してね、やっていきたいと思います。ちょっとなんかおかしくなっちゃった。これだ。行きましょう。タラポート俺ノーカットで行こうかな。なんかこういうアップデの時ってあんまりカットしてないんですけど、よかった。ありのままの現状も生放送感覚で見てください。で、時々猫ちゃん暴れるんですけど、お腹すいたみたいで。さっきちょっとご飯は軽くあげたんですけど、まだ足りないみたいですね。めっちゃ顎かいてる。さあ、やってきました。マッチングしました。あ、来た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 。いきなり新ステージ、もう散歩もしないでやってきました。タラポートショッピングパーク。普通に俺ショッピングしたい。某三井アウトレットパークみたいな感じの綺麗さが。てか下、水のショッピングパークなんてないぞ。何をモチーフにしたんだろう。よろしくお願いします。フィンセント、アールブラスト、めっちゃいますね。新しい新武器の方たちがいっぱいいますね。これが最初にね、新武器使いたい人たちがいっぱいいるんだけど、まあ、まずは、ジグ塗って、タラポートってこんな形なんだってのをみんなにね、紹介できるのと、で、自分がね、マップ把握できるのがいいので、とりあえず塗っときましょう。はい。大丈夫か？もう仲間、みんなやられちゃったぞ、俺以外。相手強いぞ。一発でやられるの気をつけないとな、あれ。右側来れんの？相手。でこれ来れんのかな？ナイス？ボム当ててるけど。オッケーオッケーオッケー、ナイス。で、バリア使っていこう。あ、危ね。バリアでかいよ、俺の。俺のバリアでかいよ。みんな俺のバリア使って。でかくなった、俺のバリア。え、フィンセント倒したいけど、射程が長いですね。痛い。あ、危ね。俺、勝った。若葉で勝った、フィンセントに。大したことないな、フィンセントは。うん一回勝っただけで生きるやつ。よし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 。味方でも結構いや。ばい。今味方のうちイングリに潜ってなかった？気のせい？今嘘だろ？いや、俺は見間違いか？ちょっと、見間違いか今の。なんかわかんなかったぞ。意外忍者だからか。いろいろぶっ壊れちゃったね、自分の中で。感覚。あ、アールブラスター倒したいけど射程長いの強すぎやで。近づきたいけど、なんか来てるね。おー、危ねえ。ナイス。これ壊さないと飛んでくるぞ。ほら。危ない、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 危ない。ちょ、サメ乗り越えてきたけど、あそこ坂になってるんだ。サメが段差登ったのかと思ってるわ。
いや、まあ相手の方が強いけど、相手あんま塗ってないな。チーム力出てますよ、チーム力が。さが。ちょっとみんな頑張ろう。ボムとか使ってさ、あー、どうしよう。上登ってきてるよ。フィンセント行こう、フィンセント行こう。フィンセント行こう、オッケー。いやー、これいるから、このバリアの中なら倒せるから、みんな来て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 、みんな来て、あー、来ない来ない来ない、来てくれない。頑張れ。なんかチーム力で負けてる。タラポートの俺まだ最初のとこしか行けてない。もっと奥行きたいのに。ほらほら倒せる、それナイスナイス。あ、射程長い、思ってる射程長い、思ってる、それ倒せる、思ったより射程長い。でもいけるいけるいける。あ、それ素晴らしい。チーム力で負けてるといえ、我々は最後の力が上回った。ただ俺最後までいける。もうもうタラポートの手前側しかいられなかった。あっち側見れなかったな。あの、なんか最後の力を振り絞ってみんなで勝てました。ありがとうございました。ヌイポイントホームよりジャンプ先もナンバーワンです。これバリアに飛んできてくれたのかな。え、なんか見た目変だね、なんか。あ、今グータッチしたんだけど。何あれ、グータッチ。何それ。おしゃれ。おもしい、グータッチ。いいな。なんかずっと、風邪ひいたみたいにブルブルしてるんだけど。もう続けていくか。これさ、続けるよりさ、一回抜けちゃったらさ、マッチしやすくない？多分。ありますよね、そういうのね。とりあえずみんな、新武器使いすぎてて、塗りがおろそかになってるのがわかる。最初のシーズンの始め立てってこうなんですよ。みんな新武器、新しい武器。多分今日一日そうなんですよね。学校から帰ってきた人とか仕事から帰ってきた人が新しい武器最初に使うから、まあ、ちらほらいろんな新しい武器を使ってる方たちがおるんよ。ね。これマッチング遅いかもな。ごめんね、なんかみんな。試し打ち見てんの、これ。いっぱい来ましたね。いや、武器変えてるな、ちょこちょこ。多分抜けてないで武器変えてるな。ボール若葉。ほら、見て。バレネコもそうなんだけど、ほぼ新しい。あ、いなくなってる、いなくなってる。どんどん人がいなくなってる。こう抜けてった。やっぱ一回抜けた方がいいんだ。ほら、こうなるん。絶対こうなる。これ毎回みんな抜けた方がいいですよ。友達とやるときだけ続けて。あとは、抜けた方が絶対マッチするわ。何なんだろうね、この現象ね。抜け抜け現象。パート2。パート1なんだ。だから最近風邪ひいてたから、こうやってなんか長く喋れる機会なかったかな。なんか、長く喋ると喉が、熱くな、喉から熱が出たりするんですよね。あんまり喋り慣れてないと。ということで。お、トラポートじゃん。今度こそ、真ん中より奥側に。行きたいな。まあ、ちょっと塗ってから、もちろん塗ってから行くんですけど、あ、武器は、でも新武器いないですね、こっち。あっちはちらほら、二人三人か。ワイパーもそうだね。金ゴデ以外は新武器。こちらは、リアルスイーパーだけ新武器ですね。よろしくお願いします。まあ、僕が塗るので皆さん戦いに行ってくださいと。綺麗に塗るとは言っていない。まあ、まだらですけど、まあ、頑張って塗るので、精一杯塗るので、皆様は自分の、フィジカルを持って戦ってきてください。体で、行ってきてください。特にバケツ一番期待してるよ。もう強いね。お母さん、いいね。ジェットパック気をつけてね。このスペースシューターのね。なんか俺のこと狙ってるな。許さんぞ。俺のこと狙いやがって。俺塗ってるだけだぞ。塗ってるだけの村人 A にただ攻撃する勇者とかいるか？悪いやつだ。うら、もうバリア貼っとこう。もういいや、バリア。抜けちゃうわ。オッケーオッケーオッケー。はい、これ、来るの分かってるので。はい、オッケー、いい。来るの分かってたので、僕。ここさ、右側来れるんだね。すごいね。上いるぞ。ちょっとワイパーきついな。射程が。いや、これブラスター無理やつやられたり、一発でやられたりするから怖い。え、てか、あれ武器倒し方どうすればいいんだろう。近くも奥もダメで。これみんなで行こうか。みんなで行ったら勝てるの。あ、落ちた。はい、ボム踏んだー。オッケー。ボムを敵の逃げる方向に投げて、だから真ん中以上来れた、ついに。おい、村人 A に攻撃するな。ねえ、
ダメだって、勇者と戦っちゃ強いんだ、その武器。スペシャル。うれぇバリア最強。うい。後ろ盾がいるとね、強くなるやつ。君はね、抜けようとしちゃダメですよ。俺が綺麗にしなきゃいけないんですから。ね、しっかり塗らなきゃいけないんですよ、これ。ここ塗っとかないと戦いづらいな。で、ボムとか投げて、制圧しよう。ボム投げ制圧。ナイスナイスナイス。相手を散らばるように。一緒に戦わせない。仲間が、一発する。ナイス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 。オッケーオッケーオッケー。仲間のカバーしっかりしていこう。ちょっと前出すぎは良くないか。ナイスそれナイス。ボムだけ投げる。ボムだけ投げる。あれ、ジェットパック溜めてる。待って、ジェットパック溜めてるの分かる。しんどしんどしんど。オッケーオッケー、ナイス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 。みんなで。ね、みんなで、あ、抜けてる。直撃さえ撃たらなければ。オッケー。ナイス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 。大丈夫か？ちょっとバリアやるわ。オッケー、味方助けた。オッケー。バリア使ってるよ。オッケー、バリア強いよ。バリアマジで強いな。ぬるぬる。はい、ボム投げてく。はい、ナイスバイパーと、ナイスです。アイドルと陣地まで行っちゃおう。うれぇ。ここまで行っちゃおう。うい、ナイスナイス。登れるの確定しました、ここで。高台まで行きました、相手の。よし。抜けは大体この右側、今指差してるけど見えないね。ここから来るから。ここちょっと警戒しつつだな。で、ジェットパック溜めてんのとかもすぐ分かるから、高台から使ってくるから。村人へはあんま攻撃しないようにして、戦っていこう。いいじゃん、タラポートパーク。めっちゃ使いこなしてるじゃん。12-0 よ？使いこなしてるよ。ちょっと負けるまで縄張りやろうかな。今日ね、新シーズンですからね、めちゃくちゃ、ちょっと、やりたいよな、ゲーム。ずっと縄張りやってよ。ノーカットで。毎日こんな感じでやりたいんですけど。いかんせんテンションが持たなくて、新シーズンみたいな。新しいもの尽くしじゃないと。いかんせん持たないですよね。朝ごはんも食べずに待ってるから、9時から。朝9時アップデだったんだけど。マッチ早っ。やっぱ一回抜けた方がいいね。今抜けたもんね。ということで。で、マッチングしました。マヒマヒリゾート&スパ、よろしくお願いいたします。みんなね、マヒマヒでね、悲しんでると思うんだけど、俺好きだよ。ただ、新武器しかいない、俺以外新武器しかいない。お前も新武器使えよって多分みんな思ってるよね。ちょっと使おうかな、次。ごめんね、なんか。うん、若葉俺使うわ、とか、ちょっとなんか、みんなと俺は違うから、みたいな感じになってて。そういうつもりじゃないですよ。直撃もらったわ。新武器の直撃ついにもらったわ。これ一撃強いね。さ、ショートタイプにもなるんでしょ？ショートタイプにもなるのにさ、一撃って、あ、これ死んだ俺。だって、射程長い。やばいぞ。ただ、マヒマヒのいいところは、ここで逆転ができます。バイバイ。リスキルされる。マヒマヒの悪いとこ、リスキルされます。この下いない？大丈夫？あれ、何？あれ、スペースシューターか。ジェットパック溜まったら厄介だぞ。無理。待って。あ、ジェットパック来ちゃった。ああ。うい、ジェットパック、倒したのに。もう、ここ厳しいよ。あ、仲間回線、諦めちゃったか？仲間か、諦めちゃったか？一人いなくなっちまったけど、これ、どうなるんだろう。試合的には。続けていいのか。うれぇ、あえぇ、うちなのこれ。2発でやられた気がするけどな。ちょっと待って。これさ、回線さ、1分やったらさ、このままなの？ 3 人なんだけど、ずっと。結構割と序盤の方から。ちょっと待って。ちょっと待ってね。あれスプラトゥーンってさ、やり直しなかったっけ？味方、それ多分死んじゃうからバリア使ってあげる。君のためにバリア。君バリア。ちょっと、人数少ないからさ、頑張ろうな。
やべ、ちょっとそれ行かないほうがいいよ。後ろやられた？どこでやられた？ちょっと君の助けを。やべ、みんなやられた、ごめん、帰る。ちょっとどうしよう。一生少ない、一生少ないけど。あったな、あったな、あったな。あ、無理よ無理よ。これジェットパック溜まってるから絶対来るよ。あ、来たよ。あ、来た、あ、来た、あ、来た。分かってた、分かってた。みんな、ジェットパックにやられて。射程裏が強北斎とあのパブロの間ぐらいだな。やばい、いじめられる。これリスキルされちゃう。やばい。来るな、うちに。うちに来るな。いっぱいいる。いっぱいいるよ。出れなくなっちゃう、上から。家から出れなくなっちゃう。うわぁなんか、腑に落ちないなぁ。ちょっと、武器変えようかな。バカバ強いで。まあ負けちゃったけど。これはまあ、しゃあないとして。そうか。3対4か。あれ、こんな、1分半あったら、あれかな、やり直しないのかな。あ、負けてはないらしい。ナーバリでも、一応負けてはないらしい。これどうなるんだろう。負けてないけど、相手に勝ちはついてんだよな。あ、ルーズってなってる。負けてるやんけ。負けてるやんけ。嘘つき。負けてます。エアがみんなが求めてると思うので、せっかくだから新しい武器使っていこうかな。ね。で、カーリングブームなので、イカ忍者つけて、ナーバリやろうかな。まずフィンセント。どちらかというと、こっちよりもう一個の武器の方が使いやすいんじゃないかな。あ、でも重い、ほんとに。パブロみたいに使えない。振り始めが遅いですね。そんな近くなくても倒せるので、距離感結構保って、行こうかな。で、カーリングボムうまく使えたらいいなっていう感じですね。刺さる試合は刺さると思うけど、刺さらない試合は刺さんない。あ、まあ、ひめひりゾータは刺さんないです。やってる感じ、もう一個のタラポートの方が、いいな。うわぁ、新武器ばっか。だからこれ全部新武器だ、みんな。俺の、ついに新武器になりました。俺がついに変えたので。これ上から行こうか。射程長いのって。ちょっと、みんなで行こう。なんで今あいつだもん先に行って上からなのに。え、そんな届く逆に相手の球。なんか悔しいな。当て方あんのかな。あ、だから、ダメなんだって勇者と戦っちゃう。そんなことあります？もう真ん中行こう。なんか塗り武器ではないかも。こんなに重い、なんか塗るのが。もう振っていこうか。あ、ありがとう。初手届くのこれ。あー水だったここ。ごめんね。気づかなかった。仲間が結構倒してグイグイ行ってくれてるのはいいことなんだけど。危ねえ、水の水に落ちる。いけ、勇者。ジェットパックもう最強でしょ。最近のジェットパック。あとトランプだと思って使っちゃうんですけど、カーリングボムですね。あんま刺さらないんだよな。ここね、物があるからさ、潜ってもバレちゃうんだよ。これ届く、オッケー。あー、ただ、次が見たな。重いから、膠着も長いな。あ、強い。射程長いね、この武器。結構届くね。めっちゃ歩いてんじゃん、あの人。うれぇ無理。痛い一人倒したからいいや。ドライブワイパーの方が振るの早いな。フィンセントより。ドライブの方が楽しいかも。ドライブワイパー並みなら。何忍者なので。まあ、近づいていきましょう。うれ二人で。うわあ、ジェットパック上から来ていた。このスペースシューター強くなってきたな、この、ねえ、この、なんだっけ。ジェットパッキングでね。強いですね。下いる。これで抜けてもいいかな。
来るよ、こっから。あ、もう上から来ようとしてる。やべ、どうしよう。おい、あ、やめず、一匹倒して、これ射程長いから無理だ、やばい。なに？なに？何が起こった？上から、あ、上倒せるの強くなっちゃってるよ。いる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 。とりあえず使おう。縦長い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 。くんな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 。くんなくんな。あー、やられちゃった。フィンセントの振るの遅そう。あー、なんか軸抜けられてるわ、これ。何が抜けたんだろう。いやー。まあでも、初めて使ったこんなもんいいよ。次ちょっと、もう一個のブラスターの方を使っていこうかな。フィンセントは、意外と射程が長いな。高いとこ、高い敵、高台の敵倒せるなんていう筆かな。筆好きな人は好きなのか？え？通信を切断したプレイヤーがいたため、また？また切断？ちょ、また負けてないの俺は。絶対負けないじゃん。負けてんじゃん。負けてるよ。ルーズってなっとるよ。負けてないのか負けてんのかはっきりしてほしい。これ、これやっていこう次。抜けサムスペシャルどうしよう。スペシャルがな悪いよなこれ。サメなんだよな。良くも悪くもサメか。これ一足乗るのかな。とりあえず一加速でやってみようかな。よろしくお願いします。まだ縄張りに潜り続ける男。猫がもう暑くてバテて寝てるよ。暑いよね、最近。最近暑いから、俺あんまり、外出たくないんですよね。家の中も暑いから猫ちゃんバテてるんだけど。よろしくお願いします。あ、来た、タラポートで嬉しいな。俺、ま、未だに負けてないですからね。設定では。回線が落ちてるらしいから。はい。よろしくお願いします。塗りは、ハイドローラーかローラーかな。いや、まあ、塗るか。ちょ、こうやってやればいっぱい塗れるよ。ほら。ただね、溜めてもね、サメちゃんだからね、あんまり、簡単に使えるっていう、スペシャルじゃないかな。塗っていきますか。この武器、流行りそうだよな、でも。ブラスター使い嬉しいんじゃない？射程短く使えるし、長くも使えるし。逆にノバブラスターとか使うと減っちゃいそうでかわいそうだけど。どうですかね、そういうところは。ここいるよ。でもジャンプしちゃったせいで。あ、終わった。今ジャンプしちゃったせいで、射程長く使いたかったんですけど、短い弾が撃っちゃいまして、僕が今悪かったです。ラピッドブラスター感覚で使ってたんです。これジャンプしちゃダメだ。ジャンプできないっていうあれがある。なるほどね。悪いとこも今見つけた。雨強すぎ。雨強すぎこれ。あ、ほら、ジャンプになっちゃどうしても。ほら！これ上登りたいのに。あれ？どうする？どうする俺。どうする？直撃狙うわ。ウェイ、オッケー、これができますよ。はい、直撃狙いますよ。でも、二人倒して頑張って。あとは任した。え、水に落ちちゃダメでしょ。ほら、頑張ってるから。二人倒して頑張った。直撃狙いで。味方のジェットパックいい感じ。前出ていきたいですね。来るか、これ。いっ。あ、終わった。でもごめんね。出てきちゃった。でもちょこちょこ前に出れてるっちゃ出れてるけど、これキープ。キープ。ハム。ハム、俺のこのブラスターを慣れてくるまでは、お願いいたします。で結構グイグイ来る敵が多くてね。あ、ちょ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 、あ、一番乗ってた、一番乗ってた。OK。リッターのちょっと、なんだろ、直撃じゃないけど、一発もらっちゃった。なんかローラーが強く感じるんだけど、これ見てると。仲間がやられていく姿を見てるとローラーが最強に感じてしまうよ。いなくなってるし、一旦めっちゃ見てるし、こっち。どうする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 。とりあえずスプリンクラー投げるのか。あ、これ届かないんよな、マジで。ほら、短くなっちゃう、射程が。それがちょっと、きついか。ジャンプができないのが、あ、これジャンプするとこうなっちゃうのが、弱み。これ弱み。あ、弱み出た。ラピーと違う。
でも意外と難しいのが味があるよ武器の。やばい、初めて負けるかも何もできないんだけど、若葉じゃないと。リッターはなんでそんなとこいるんだ、リッターはなんでそんなとこいるんだオッケーオッケーオッケー。まあ楽しくできましたと。まあ縄張りはこんなもんよいけ、あー次ちょっとバンカラマッチやってみるか。もうなんか結構やってるんだな、時間的に30分やってるらしいですよ、始まってからスプラトゥーンを楽しんじゃってます。あ、でも結構やられてるなぁ。次は、じゃあ、一回避け、やめて、バンカラマッチ、このまま行ってみるか、武器。アサリか。ヤグラか。コンブトラック見たいよね、みんな。コンブトラック行こうか。あ、ついに負けてしまったよ。この新しい、スペシャルの、そうじゃない。武器もしっかり使いこなしていこう。これジャンプしなければ、降りてる最中は、長いな。ジャンプボタンを押した瞬間にも、着地するまでは短くなっちゃうから、うん、オッケーオッケーオッケー。で、ノバより打つタイミングが遅いのか。なんか、器用貧乏だな。切り替えが、ジャンプか。器用貧乏ですね。ザトウマーケット。よろしくお願いします。俺新武器です。みんな新武器です。うちのチーム。新シーズンはみんな新武器です。ハイドラだけ無事、あれだね。いやー、てか相手のラピオを使ってるのか、そこで。相手の。どうしよう。あ、長い相手のおしゃべ。相手のおしゃべな。ええー、無理だ一発しか当たんなかった。え、長いな、これ。なんかいそうだよね。フィンセントか。フィンセント、あべ、あ、ごめん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 、ね、何もないかった。何も、味方、それ倒したの強っ。何も出なかったんだけど。待って、むずい。ジャンプを入力する癖がある。個人的に自分の。俺後ろ手切るこれ。あー、やらかしたなー。まあ、いっか。まあ、いっか、今でもちょっとやらかしたな。防衛はいけるけど、攻めがちょっと下手かもな、俺が。ちょっと、強いとこ探していこっか。当たんないか。痛い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 。オッケー、倒した。ジャンプ。後ろ手で。あ、これ短くなってる。もう最悪。うわー。危ね危ね危ね。やべえ、味方孤立してるね。これジャンプ短くなってるんだよな。あ、これ短くなっちゃうんだ、そうだ。オッケー、倒した。あ、待って、ごめん。ごめん、スペシャル分かんなかった。売るか。あ、長いやつ使ってる。ちょっと待ってね。あ、これもう死んだ。ドンピシャすぎるー。ワイプかな、これ。ワイプアウトかな。ええー、むずい。若葉シューターローが簡単だ。うわー、来るのか、これ、左から。来てないのか。まずい。短いのでいこう、もう。オッケー、短いのでいった。短いのでいこう。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。困った時は短いのだな。射程長く使えるとはいえ、ジャンプしながら撃てないってのが。段差、高低差あるところでは、厳しいかも、難しいかもな。これ絶対来る、俺のとこ。直撃当てたいけど。無理だ無理だ。いやー、ごめん。次は、でも、51でしょ？ちょこちょこ倒しつつ、敵のなんか強さは同じぐらいだから、俺らと、チーム的には。感触は。あと、どんだけ自分が頑張れるかですね。一発。オッケー、倒した。ちゃんと射程長い状態でも倒して、短い状態でも倒せれば、いいんですけど、オッケー、オッケー。ナイス。いや、ごめん、それ頼む。ありがとう、ありがとう。乗れ、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 乗れ。
乗れない。よしよしよし、みんな分かってる。いいよ。飛びますね。あ、やばい。飛んだら、地獄が待っている。OK、出した。地獄が待っていた。いや、今でも3の状態で、敵陣地高台登って、ってやらないと結局勝てないから今のでいいんだけど、結局あれやんないと勝てないのは事実。あー、ごめん、急に出てきたな。イカ忍者かな。イカ忍者だよ。いるよ。ずっといるよ。気づいて。気づいて、気づいて。フィーセント気をつけて。ナイス。まあ、クワットだけちょっと厄介だぞ。なんか歩いてんだけど。オッケー。オッケー。いやいや、オッケー。オッケーじゃない。全然。今倒したかったのに歩いてる心が歩いてたのに今。時々足元もだえてて可愛い。いやでもなんか続かないなぁ。安定しないんだろう。縦長くいきまーす。あー、フィンセント出てきた。もう急に出てくる。フィンセントが。潜伏をうまく使いこなしている。あ、かもしれない。あー、続かないわ、これなんか。でもキル入っても。みんなで。どうしよう。とりあえず一発、あー、短くなっちゃった。喋って最悪だ。うわー、使いこなせない俺が。あそこのハイドラどかさんじゃ勝てないな。どうするよ、どうするよ、これ。フィンセント倒せるよ。プレッシャー電話長くしてって。あ、出た出た、これ出た、新しいやつ。ハイドラ行きたいけど、射程短い状態になっちゃう、ジャンプすると。これあー、ダメか、一発撃つのも遅いか。いや、これハイドラの内側止めないときついよ。飛んで俺が経由して、あー、先に乗られました、同情。いやー、ごめん、負けちゃった。でもあのコンブトラックやりたいなと思ってる自分がいるので、ちょっと武器変えて入れますか。俺にはこの武器はまだ早いな、使いこなせないな、うまく。みんなあのバンカラマッチだから普通の武器持ってきたりすんのかな。どうしよう、若葉に戻すか。若葉もありだぞ。若葉戻すか。洗濯機ちょっと弱くなっちゃったけど、洗濯機で行こうかな。それともちょっと新環境を洗濯機でやってみたいな。そう、いつも使ってる武器がね、俺洗濯機なんだけど、ちょっと弱くなっちゃいまして、はい。使ってみた感じもちょっと弱いんですよ。でもこれでやっていこうかな。昨日、ね、あのバンカラマッチやった時はあんまり、ダメだなっていう。振るのが遅くなった。これ、それこそあの、さっき使ったブラスターみたいな遅さ。もっと早く打てたんですよ、これ。ちょんちょんって。キル速度がね、圧倒的に遅くなりましたね。振る速度が。重く感じる。重りを武器につけてる感覚なんだよ。あ、来た来た来た、コンボトラック、よし。よし。よし。来た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 。さあ、頑張ってやっていきましょう。コンボトラック。塗りはしなくていいんだよな。なんか、暗くなってない？あ、上にいる。え、待って。危ない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 。おー、ちょ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 。これやばいかも。上にいるね。縦長い子はあっち行っちゃった。オッケーオッケー、ナイス、ハンコハンコハンコ。これはこのまま、この武器使っていこう。ナイス、ハンコ使った。危ない危ない危ない。はい、ナイス様で、あの、奥側に投げといて。オッケー、やったよ、倒したよ。やったやった、あー、ごめん、一発だ。いやー、それね、あれブラスターは普通のだったら倒せてたね。今、ジャンプに入っちゃったね。これ、ここ飛びまーす。ステルスジャンプが刺されば。ナイス、ナイス、ナイス。OK、でも、ヤグラ進んでるよ。ヤグラ進んでるよ。ヤグラ進んでるよ。
張れ頑張れ頑張れ、オッケーオッケーオッケー、どうしようどうしよう、乗ってるこれ、乗ってる乗ってる、うわぁ、割られた、早っ、使えなかった、あ、強い強い、アルブラスト使いこなしてる、俺より使いこなしてるね。いや、なんか昔の方が俺コントロールうまかったな。久しぶりやったからかな、あんまりうまくない。痛い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 、ここ気をつけないとボムとかでうまいこと牽制して左来るよ、これ分かってる分かってる分かってる、ナイス、うまい、味方も分かってる、これ右から来れんだっけ、痛い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 、これ来てるな、俺のとこめっちゃ来てる、ナイサバ使おうか、ういちょっと戻らないでヤバそう、いるよこれ、ちょっとシャテのが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 あ、オッケーオッケーオッケー、2人倒した、え倒せてんの、え、マジか、え俺の洗濯機おかしい、ちょっと待って、俺の洗濯機おかしいんだけど、え、みんな、え、おっそきっつきっつ、これいるよ多分まだ、あ、いないわ、どこでどうなってるのか、オッケーオッケー、ナイス玉いくよー、オッケー、全然オッケーじゃない戻りまーす、あそこいる、なんか下入っちゃってる、え、大丈夫これ、ずるくない、オッケーオッケーオッケー、わあ当ててる、オッケー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 、3落ち3落ち、乗って乗って乗って、もう乗っててね、来させないようにするから、これいない、これやばい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 、いやーごめん、振るの遅っ、マジか、もう洗濯機マジか、なんかきついわ振るの遅っよ、一発も外せないんだけど、マジか、一発当ててる、え、ああ、いびした、なんとかね、戦いにはなってんだけどね、カウントが進まないね、集中結構して喋れなくなっちゃってる、俺が洗濯機の巻きの巻きにはいかないんだ、でも本当に、いや違うわ、俺の思ってる武器じゃな、使っちゃった、使っちゃった、ああああ、来るこれ、いつか俺のことを腰淡々と待ってる気がする、いけ、とりあえず逃げれた、いるよ味方のとこ、大丈夫、あ、終わりました、僕一人になっちゃいました、いやでもちょっとあれだな、洗濯機弱くなってるのはまあ仕方ないとして、力の差もありましたね。ありがとうございました。くそくそ、なんかもう、ここまでして洗濯機使っていいのか、いや、まあ使ってる人からするときついぞ。これはやりすぎだぞ。弱くなりすぎだぞ、洗濯機。勝てない。ちょっと違う武器使うから。あー、やばい、ちょっと差がね、射程もあったから、差がちょっと出ちゃったけど。ちょっと弱くなった武器って他にもね、シャープの前から弱くなったんだって。カニの方を使おうかな、したら。シャープまで行くか。シャープマカニちゃんで行くか。ちょっとコンブトラックやりたいですね。で、勝ちたいなぁ、まあ、欲ば。楽しみは楽しめるんですけど。
あ、でもこれ、射程が短くなったらしい、その、最高距離みたいな。俺あんまシャープマーカー使ってこなかったから。まあ、ちょこちょこサブ武器で使ってたけど。え、てか俺が使ってる武器どんどん弱くなってくんだよな。あ、でも強い武器使ってるからってのもあるけど。残念だ。違う武器練習しよう。洗濯機ダメかも、なんか。感覚が違うのが嫌だな。よろしくお願いします。ちょっと金貯めようかな、最初。最初金貯めれば嬉しいんだけど。たまらないな。スペースをつけとけばよかった。なんかもたもたしちゃった。あー、短い。なんか短い。オッケー。はい、よろしくよろしくオッケーオッケーオッケー。とりあえず一人倒しといて。オッケー、一人、もう、また一人と。いや、洗濯機よりいいぞ。戦いやすさはある。やべえ、それ長いやつだ。気をつけないと。で、進むとこを見てあげないと、無理だ、かかります。矢倉がね、進まないですね、このままだと。カニちゃんで圧力をかけていこう。うわー、マジ？カニちゃん使いたいのにな。危ない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 。うれ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 。あ、柱邪魔。ここいる。めっちゃ当たってる。だけ。ああ。来る？来ないか。やべ、当たんね。やべ、やらかしたこれ。ごめん、やらかしました。いける。あー、直撃入っちゃった。出た、この直撃。ラッキー直撃だ。ラッキー直撃だ。あの直撃はまあ警戒できないから、いっか。しょうがないんだ。ちょっと周り塗ってあげよう。で、カニ貯めて、ここでカニ使おう。大丈夫か？当ててるよ。ナイス。クイボ投げといて、剥がしといて、すぐ壊された。あ、ナイス。ゴムしか来ない。これ洗濯機だったらいけんだよ。全然洗濯機じゃないからさ。どうしようかな。おい、来て倒した。1枚負けてるけど、仲間のカバー行きたいけど無理か。とりあえずカニちゃんだな。あ、それ、あ、これカニちゃん壊れちゃうかな。オッケーオッケー、まあまあ耐えた。味方なんか飛んできてやられてる。なんか飛んできてやられてる。で、56か。笑ってる場合じゃないぞ。笑ってる場合じゃない。おっぱい。ああ！地獄だ、今のは。いや、でも相手もなんか進めてないから、乗ってきたな。乗ってきたぞ。守れ守れ。周り塗る人が少ない。俺が周りを塗る。塗りがきついよな。なんかいるし。R ブラス射程長いし、上からカニちゃんでいけたらいいけど、たまりか。あー、ミサイルやだ。ミサイルは嫌ですね。どこいるどこいるどこいる。はい、一人倒したよ。うれぇ。うわぁ直撃言われた。いるよー、おいるよー。バリアで頑張ってる。普通のブラスターだね。勝ってるけど。勝ってるとはいえ、ちょっと塗り。オッケー。多分また登ってくるな、これ。正面か。ね、これ。いや、ちょっと待って。俺、スプリンクラーでやられた？あ、そうだ、さすがにね。いや、でも、スプリンクラーでやられた、ダメージ食らったせいで。ヤグラがやばい。あ、これ、一回、リードされちゃうわ。しゃあないな、もう。いや、残り45か。やーん！弓の強いとこ出てる。勝てたいのに、勝てない。止められない、ヤグラが止まらない、やめられない、カッパエビセみたいになってるんだけど、これもう。
うえぇ止まらないっす。止まらなかった。勝てる試合ではあったかもな。あ、でもまあ、ないものなかりではな。シャープマーカーもダメか。次使う武器はなんだ？なんなら勝てるんだ、俺は。気づいたら、新環境を楽しむんじゃなくて、どうやったら勝てるかという動画になっている。まあ、負けるときはね、こうやって負けるんですけど。いやー、ちょっと差があったか、チームに。出前は一緒ってわけじゃないからな。アサリを、やるか、そしたら。アサリの方がいいかも。なんか、腕前の差出ちゃうかもな。でもなんか、ヤグラから逃げたみたいになるからな。俺、ヤグラで勝ちたい。わかった。わかった。俺、最近ハマってる武器使う。ボトルガイザー使うわ。最近ハマってるんですよ、これ。最近。ボトルガイザーは、ま、キル取る武器だから、キル取りつつ、シールドで乗りつつ、言えるので。ボトルで行こう。ただ、あ、待って、コンブトラック難しいかも。使いこなしてないとコンブトラックがきついかも。今一番自信がある武器と言ったら、俺洗濯機なの。洗濯機弱くなっちゃったせいで、さっきすごい使いこなせてなかったんだよ。で、次、シャープマーカーなんだけど、まあ、シャープマーカー多分、あんまり個人的にはわかんなかった。とりあえず負けたからボトル使います。よろしくお願いします。負けたのでボトル使います。頑張ろう。ボトル。あ、で、こっちじゃん。やらかしや、やらかし。フィンセント強そうなステージだな。いや、絶対フィンセント強いぞ、これ。ま、でも行きましょうか。ここから、撃ちつつだな。仲間やりつった。2発は来てる。これ倒した。え、当たんない。あ、当たんない。当たんない。ちょっと当たんない。もう帰ったからいいやん。実質倒しただろ。これ上から逃走。え？大丈夫？なに、え？あ？あ、なんか俺の手、なんか目の前にいたんだけど。なんか見えなかったけど。潜ってたぞ、俺の。横にいたのかと、今。残念無念。せっかく溜まったのに、向こう側でやられちゃったよ。来てよ。え？いないんだけど。いやー、ごめん。射程短いモード使われた。使い殺してるな、相手。俺のボトルがダメだ。ふふふ、ナイスナイス、味方が。しっかりと、守りきっております。ちょっと塗ります。ちょっと周り塗って、シャープマーカーみたいな使い方してね。ヴィンセント怖いな、もうメカ忍者だよ。え？俺しか生きてない。オッケー、倒した。オッケー。うれぇ。うれぇ。うれぇ。強い。二人抜きした。二人抜きしたよ。これシールドあげる。シールド使って。水に乗ろう、これ。シールドあげる、これ。あー、ごめんね、落ちちゃった。シールド、あー、覚えるよ、多分。オッケー、俺が倒した。オッケー、このまま行こう。シールドあげる。これ使って。消えちゃった。あ、でもそのまま勝てる。いっちゃいっちゃえ、ナイス。いいでしょ、ボトルガイザーの。明らかにウルトラショットが上振れた。ウルトラショット、強すぎて。貫通してたり。うん、これでもバトル1位じゃないってことは味方が相当頑張ったんでしょうね。塗ってないしな、俺。ありがとうございました。なんか、あっちゅう間にあっという間に勝ってしまったか。で、ボトル強い、やっぱ。ボトル楽しい。ボトル、楽しい。ボトルはいけます。ありがとうございました。ああ、疲れた、なんか。まだやる？あと、1時間の動画にしたいな。せっかくだし。あと1000ぐらいじゃあ。アサリ、いや、
縄張りをもう一回やって、この、なんて言うんだろう。縄張りボタンもう一回やって、ボトルガイザーでやってみよう。今のとこあのステージが、楽しいから。ボトルでやってみようかな。持ち武器変わったな、なんか。もう洗濯機ダメだ。あいつはもうダメだ。よろしく、お願いします。まひまひ。まひまひか。新捨てでやりたかった。みんな新武器。あ、いっぱい新武器。クワトッパーとかも使ってよかったね。え、フィンセント3人はやりすぎだろ。流行ってんのかな？みんなもしかしたらフィンセント好きなのかもしれない。なんか刺さってんじゃない自分に。あ、水に落ちたね。俺はね、フィンセントより普通にね、あ、ブラスターの方が強いなと思ったんだけど、使ってみた感じそんなに俺が上手くなかったっていう。やつ当たったけど。あ、痛い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 。痛い痛い痛い。フィンセント長いな。飽きてるよ、これ。俺、詰められてる。あー、逆だ。今、2択迷った。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。うちのチームにはワイパーが。フィンセントの盾に意外とね、やられてる。ほげ、3発で倒していく。これができるの強いところなんですよね。当たんない。雨で下がってる。よっしゃー。おっしゃー、あー、長い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 死竜、雨の死竜や、今のワンピースの今の長すぎるだろ。雨の死竜出てたって。あ、真ん中が OK、出した OK、出した OK、これが3点バーストじゃないけど、あー、惜しい惜しい惜しい。これがね、この武器の強みです。射程が長く使える。こいるナイスナイス。俺この上取っとこうかな。ずっといいよ。鼻かい。ごめんね。倒せちゃうんだ、そこ。ごめんね。鼻かいから鼻かくね。変な報告ですね。一発当ててる。ここら辺いる。左降りてきた。一発当ててる。あー、石か。当てといてよかった。オッケーオッケーオッケー。ここマジで強いぞ、この武器の。いてぇ！あ、かっ！もう一人だろ？隠れてたの今。ああ、上の子にやる。ナイスナイス。ワイパー強い強い強い。ワイパー強い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 。これ射程長いな、相手。このままいっちゃおう。ういー、あいちー。オッケーオッケー。フィンセント。フィンセント3枚、なんか面白い。頑張れー、みんな頑張れー。そうだ、この試合は、絶対勝つんだ。待って、いる！危な。ナイス？いや、ごめん、一発二発だ。いけ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 、上上上上、雨の種類、雨の種類だ、雨を垂らしてるぞ。それ雨の種類だ。頑張れ頑張れ。雨の種類。あ、なんか水に自分から落ちてった。わら。わら。自分ね。ちょ、喉が。喉がもうガラッガラ。今日やりすぎてガラッガラ。イエーイ大して何もしてないんだよな。今回はなんかもうみんなを見守る回だったな。すごーい。みんな勝った。ナイス。ありがとうございました。グータッチ！俺グータッチした！やったー。え、バトルナンバーワンだとするのかな？そういうことかな。グータッチかわいい。でも、ありがとうございます。皆さん、楽しむことができましたでしょうか。まあ、これが新シーズン到来ということで、ちょっと長い時間やってみたんですけど、結構やったね、1時間も。楽しかった、普通に。はい、ノーカットだったので、全部見れます。ということで、お疲れ様でした。マジで楽しかった。まあ、これからも楽しんでいきたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございます。高評価とチャンネル登録よかったらよろしくお願いします。じゃあね。僕はここを何周も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くためにみんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって
僕は救われると信じています。ぜひ助けてください。助けて。